はい、皆さん、こんにちは、ビジマイです。今回はですね、リクエスト、リクエスト、なんつった今、リクエストをいただきましてですね、テーブルトップショットですね。こちらのですね、まあ、解説ではなくてですね、まあ、コツ、あ、失敗したけど、コツみたいなのをですね、ちょっと教えていただきたいっていうので、ちょっとですね、紹介したいと思います。まあ、できる方は全然できると思うんですけども、まあ、簡単というか、まあ、簡単か。まあ、カードの質によってはですね、飛びにくかったりする方法もあるので、まあ、今回ですね、まあ、比較的誰でも飛ばしやすい方法をですね、ちょっとお教えしたいと思いますので、近くで解説していきます。神々やな。はい、それではこちらから解説していきます。まあ、人によってですね、テーブルトップショットのやり方は人それぞれあると思うんですけれども、まあ、昔僕がやってたのはですね、まあ、こう、綺麗に2分割分かれて、で、トップショットをすると、まあ本当に真ん中から出たように見えるんですけれども、それがちょっとね難しいっていう失敗した方もいらっしゃるので、まあ僕昔やってたのはですね、このまんま分けながらこう飛ばしてたんですけれども、そうするとですね、まあカードがまあ開けたってだとすごい滑って飛ばなかったりとか、まあ逆にまあかなり使ってボロボロで、まあカードひっついて飛ばなかったりとかっていうのがあるので、まあこの今回のやり方はですね、このように半分ぐらいを持ち上げて、まあ、僕の場合はですね、飛ばすカードをこのように、まあ、押さえながら、このパケット自体をですね、左にこのように、まあ、スライドするんですね。そしてその時に、まあ、トップショットをすると。こういう感じで取りながら、シュッと飛ばすと。まあ、こうするとですね、例えばですね、スライドしない方法でこうやるときとですね、スライドした時の方法とですね、まあ、こちらの方がですね、まあ、個人的にはすごい飛びやすいっていうのもあるんですけれども、まあ、こっちの方が比較的やり方も簡単なんじゃないかなと思います。ただこういう風にずらすっていうだけじゃなくって、こうスライドさせながら飛ばすと。あれ失敗したけど、半分ぐらいこう持ち上げてスライドさせながらキュッと飛ばす。そして分ける、まあ、こっちの方がですね、まあ、ずっとやってた感じ、比較的ね、飛びやすいので、まあ、あと、綺麗に分かれやすいっていうのもあるんですけれども、まあ、こちらの方がやりやすいかなと思って今回解説しました。多分、これだけだとね、ちょっと、ね、飛ばなかったりとか、結構したりとか、引っかかっちゃったりするので、まあ、それがやりづらい方はですね、こう、一回ちょっとこのスライドのやり方で、ちょっと練習してみてですね、まあ、練習してこっちの方がやりにくいよっていう方は、まあ、ご自身のやりやすいやり方でいいんですけども、比較的こっちの方がやりやすく感じたので、まあ、今回は解説をさせていただきました。あ、何枚も飛んだ。まあなのでコツとしてはですね、まず最初に、まあここじゃないや、まずこういうふうに半分を、まあ大げさに言うと半分持ち上げてから、こうするここ押さえてスライドさせながらシュッとピュッとやるっていう感じですね。でこのこすり方は、まあ従来のこういう分ける時の擦る強さで大丈夫だと思うんですけれども、スライドさせながらやるとさらにね飛びやすく綺麗になるんじゃないかなと思います。ということでちょっと簡単なね解説になりましたけれども、ぜひねどっちでもいいので、ね、やってみて気に入った方を使ってみていただければなと思います。ということでテーブルトップショットのコツみたいな感じでございました。使ってみてね。バイバイ。グリーン。まだ鼻声治らん。